バーツラフ・クラウスは、チェコ共和国、第二大大統領、政治家、経済学者、プラハ生まれ。1963年に、対外貿易専攻で、プラハ経済大学を卒業した後、イタリア及びアメリカ合衆国留学を経て、チェコスロバキア科学アカデミー経済研究所、研究員となる。1970年、政治的理由のため、チェコ国立銀行に作戦。 1988年、科学アカデミー予測研究所指導科学職員。1989年の共産党体制崩壊後、市民フォーラムを結成し、連邦政府増省に就任。また1991年には、市民民主党を結成し、長年にわたり、党首を務める。1991年12月から1992年7月まで、副首相。 ミルトン・フリードマンやマーガレット・ザッチャーの経済思想を信奉し、市場経済への移行政策を進めるが、スロバキアの反発を招き、連邦解体を決断。1993年以降も首相の座に止まり、市場経済の導入など、体制転換に指導力を発揮したが、1997年に汚職問題が発覚し、内閣総辞職に追い込まれる。 1998年の総選挙では、社会民主党に第一党の地位を奪われるが、少数与党であったため、社民党との格外協力と引き換えに、会議長のポストに就任。2002年の総選挙でも、党勢を挽回できず、その責任を取る形で党首を辞任。2003年2月28日、バーツラフ・ハベルの退任に伴い、第二倍大,大統領に就任。 2007年2月と2008年9月に来日している。2007年に来日した際に、立命館アジア太平洋大学より名誉博士号が授与されている。欧州会議主義で知られており、2012年に欧州連合がノーベル平和賞を受賞したことを冗談かと思った悲劇的な過ちであると告評している。家族には妻と二児がいる。スキー、テニス、 バレーボールが趣味。ロシア語を話す。ありがとうございます。